ファン関喜。ナンバーアンダーライン愛の巨大広告出現で渋谷が熱狂の渦に。驚愕のプロモーションの裏側を大公開。拡散希望、ナンバーアンダーライン愛の巨大広告を見て、感動で涙が止まらない人が続出中。早朝のツイッター。トレンドワードに踊り出た、ハッシュタグナンバーアンダーライン愛の文字。何事かとクリックしてみると、 目に飛び込んできたのはタワーレコード渋谷店の巨大広告に映し出されたナンバーアンダーラインアイの姿でした。世界で一番好きなバンドの彼らがこんなにも大きく渋谷の街を見下ろしている感動と興奮が一気に押し寄せ思わずすごいと声に出してしまいました。タワーレコード渋谷店の巨大スクリーンに映し出されたのは人気急上昇中の3人組バンド ナンバーアンダーラインアイの姿だった。彼らの最新曲のメロディーが街に響き渡り、行き交う人々の足を止める。その光景は、まるで夢を見ているかのようだった。それもそのはず、これはただの広告ではない。ナンバーアンダーラインアイとサントリーがタッグを組み、ファンへの感謝を込めて送る、特別なプロジェクトの幕開けだったのだ。始まりは、 一つのツイートだった。今朝早く、タワーレコード渋谷店にナンバーアンダーラインアイの CM 映像が流れてました。という喜びの声とともに投稿された写真には、巨大スクリーンに映し出されたメンバーの姿が。瞬く間に拡散されたそのツイートは、ファンの間で大きな話題となった。え、嘘でしょ見に行きたい。どんな CM なんだろう 興奮と期待が入り混じったコメントが SNS 上に溢れ返り、ナンバーアンダーライン愛の名前はトレンド入りを果たす。遠く離れた場所に住むファンからも、見に行けないのが残念だけど、嬉しいニュースをありがとう。という感謝の言葉が寄せられた。遠く離れた場所に住む私にとって、渋谷は憧れの地。直接見に行くことは叶なわないけれど、 それでも胸が高鳴るのはなぜでしょうそれはきっとこの巨大広告がただの広告以上の意味を持っていると私自身が感じているからかもしれません。今回のナンバーアンダーラインアイの巨大広告はサントリーの新商品ビアボールのキャンペーンの一環として実施されました。実はこのキャンペーンが始動した当初から SNS 上ではファンの間で期待と不安が入り混じった声が上がっていました。新商品はどんな味がするんだろうどんな CM になるんだろうそして何よりどんな風にナンバーアンダーライン愛の魅力が表現されるんだろう誰もが固唾を飲んで情報解禁を待っていたのです。そんな中、ついに発表されたのが タワーレコード渋谷店での巨大広告展開でした。渋谷という若者文化の中心地に彼らの姿が大きく掲げられるファンにとってはこれ以上ない喜びであり、ナンバーアンダーライン愛の勢いを象徴する出来事として多くの人々に強い印象を残しました。しかし、この巨大広告が完成するまでには様々な困難があったようです。深夜に及ぶ作業、 天候との戦い、設置に関わったスタッフの方々の苦労は計り知れません。それでも、ナンバーアンダーライン愛への熱い思いと、ファンに喜んでもらいたい一心で、彼らは作業に励んだに違いありません。深夜の作業お疲れ様です。担当者さん、ありがとうございます。素敵な三人組の顔が見れるなんて。広告公開後。 SNS 上には感謝の言葉で溢れていました。それはファンからの感謝であると同時にナンバーアンダーライン愛とサントリー、そしてスタッフの方々をつなぐ熱い思いの証と言えるでしょう。今回の巨大広告は単なる広告としてだけでなく多くの人々の心を動かした感動的な物語を生み出しました。それは 夢を追い求める若者たちへのエールであり、ファンとアーティスト、そして企業をつなぐ、希望の光と言えるでしょう。この盛り上がりは、サントリーの担当者にとっても予想以上だった。彼らは、ナンバーアンダーライン愛をイメージキャラクターに起用したビアボールのプロモーションとして、タワーレコード渋谷店での広告展開を決めた。しかし、 その狙いは単なる広告効果だけではなかった。ナンバーアンダーライン愛の音楽が持つ人々をつなぐ力、そして夢に向かって突き進む彼らの姿を通してサントリーが大切にしている人と人とのつながりというメッセージを伝えたいという強い思いがあったのだ。プロジェクトが動き出したのはまだ春の寒さが残る頃だった。サントリーの担当者たちは ナンバーアンダーラインアイの魅力を最大限に引き出し、ファンに喜んでもらうための企画を練り上げた。幾度となく議論を重ね、生まれたアイデアは、タワーレコード渋谷店という若者文化の聖地で、巨大スクリーンにナンバーアンダーラインアイの姿を映し出す、という、大胆かつ斬新なものだった。しかし、実現への道のりは平坦ではなかった。巨大スクリーンの設置には、 緻密な計画と多くの人の協力が必要不可欠だった。作業は深夜に及び天候にも左右される。それでも担当者たちはナンバーアンダーラインアイへの熱い思いとファンに喜んでもらいたい一心で作業に励んだ。そして迎えた広告公開日。早朝の渋谷にナンバーアンダーラインアイの巨大広告が姿を現した。それは 担当者たちの努力の結晶であり、ナンバーアンダーライン愛とファンをつなぐ愛の架け橋となったのだ。深夜の作業お疲れ様です。担当者さん、ありがとうございます。素敵な三人組の顔が見れるなんて、ファンからの感謝のメッセージが SNS 上に溢れ返った。その言葉の一つ一つが担当者たちの心を温め、苦労をねぎらってくれるかのようだった。 今回のプロジェクトの裏側には、こんなにもたくさんのドラマが隠されていたのだ。夢を追い求める若者たちへのエール、ファンとアーティスト、そして企業をつなぐ希望の光。それは、単なる広告を超え、多くの人々の心を動かした、感動的な物語となった。この物語は、私たちに大切なことを教えてくれる。それは、 夢を追いかけることの素晴らしさ、そして人と人とのつながりの大切さだ。ナンバーアンダーライン愛の音楽が、そしてサントリーのビアボールが、これからも多くの人々をつなぎ、笑顔を生み出していくことを願ってやまない。ナンバーアンダーライン愛の活躍は、音楽シーンにとどまらず、社会全体に大きな影響を与えています。彼らは、若者たちの憧れの象徴であり、 夢をつかむために努力することの大切さを体現しています。彼らの音楽は多くの人々に勇気を与え、希望を与え、明日への活力となっています。今回のビアボールのキャンペーンも彼らの持つポジティブなエネルギーとサントリーの人と人とのつながりを大切にする企業理念が見事に融合した恒例と言えるでしょう。私たちファンは これからも彼らの活躍を応援し続けると同時に、彼らが私たちに与えてくれる感動や希望を、しっかりと受け止めていきたいと思います。最後に、この巨大広告を目にした人々が、ナンバーアンダーライン愛の魅力を再認識し、彼らの音楽に触れるきっかけとなることを願ってやみません。彼らの音楽が、一人でも多くの人に届き、笑顔と希望を生み出す力となることを、 心から信じているからです。